ひたすら愛を信じる、消え入りそうなほど優しい少年、そしてあの強烈なビートを絞り出す天才的アーティスト、その2人の人間がこの一つの体の中にいます。新橋のおもちゃ屋さんに姿を見せました。ガラスが中の人を一層遠く見せていました。私たちの取材申し込みに対し、私生活は音楽活動とは別だというアメリカ人らしい返事が返ってきましたが、15分後、許可取れた、急げという無線が飛び込んできました。7階8階9階、いました。涼やかな目をして優しい声で話していました。彼の周りにあった壁のようなものがスーッと溶けてなくなりました。どこにでもいる普通の青年、普通の吊るしのシャツを着て土曜日の午後をデパートの売り場で過ごしている青年、そんな印象でした。伝えられている数々の伝説とはどこか違います。マイケルが私たち